¡Gracias!
トンカラトン、どこトンカラトン。
はいどうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&しゃべる管理人、夜の市長みなぎる男ビッグマグナムファンキー利根川でございます。6月11日日曜日午後1時1分40秒になったところでございます。市民自治番組野田市を今を読む、司法野田を読む6月1日号、ごめんなさいね、なんかあんまり覚えきってなくて、すいません。この番組は毎月1日15日に発行される千葉県野田市の広報誌司法野田を台本に、野田市の今を読んでいく情報発信番組です。番組中にリスナーさんからお寄せいただいたリアルタイムコメントにもお答えしながら、双方向で番組を進行させていただきます。はいどうも改めましてこんにちは、ファンキー利根川でございます。はい、というわけで始まりました新番組、司法野田を読む。町の大切な情報がたくさん詰まっている情報誌なのですが、いまいち影が薄い広報誌司法野田、せっかくいい情報がたくさん詰まっているのでこのままではもったいないと思い、ピックアップする番組を作っちゃいましたという趣旨の番組でございます。はい、どうぞよろしくお願いします。今回で3回目ですね。はい、5月から、始めまして、3回目になったよという、そんなところであります、ね、まああれですよ、いつもほら夜の放送はね、まあ、いろんなその日のあったこととかをこう中心にこう喋ってるので、もうちょっと、ね、こう野田市、突っ込んだ、ね、情報を発信できないかなと思うというところで、まあね、たまたまその時手元近くに、司法野田があったので、ああこれをとりあえず読めばいいのかっていう、まあそんな安易な気持ちでスタートしてしまいましたこの番組でございますね。もう皆さんのおかげで3回目を、迎えさせていただきました。これね結構ね月2回出るんですよ。1日と15日に、2回発行されるので、まあそれを追っかけて放送するというのがなかなか結構ね、まあ大変ってわけじゃないんですけどね、だいたい発行された1週間後ぐらいの、まあ、土曜日か日曜日に昼間に放送しようかなというところでね、やっておりますけど、まあ、5月も、ね、2回、やったのかな。5月はどこでやったんだっけ。5月は多分7日と21日にやってますね。で、まあ、今月は、まあ、先週日曜日出て早々だったので4日の日やらずに、まあ今日間もなく出ちゃうんですけどね、また今週15日号が出ちゃうんですけど、まあこんなタイミングでということでね、またそして25日かな、多分、
今月後半号、読んでいこうかなと、まあ、そんな予定でございます。はい、関東地方雨降ってますね、日曜日。いやーもったいない、なかなか週末天気になる機会が最近少ないという。先週は良かったんだよな確か、まあ、なのでね、時間も持て余してる方もいらっしゃるかなというふうに思っていますので、ぜひ、まあ、小一時間で終わりにしようかなと思っておりますのでね、まあ、サクッと聞いていただきたいな、そんな風に思っています。なんだっけ、何を言うのか、ね、ちょっと忘れちゃったよ。あごめんなさいね、ちょっとぼーっとしちゃってて、まあそんなわけです。はい、あそうだよ、ずっとねちょっと最近バタバタ忙しくてさ、あんまり今回告知できてなかったので、昨日の一昨日の放送かな、夜の放送と昨日の夜の放送と、あと終わった後に、まあ何 Facebook とか Instagram、Twitter あたりでパラパラってしか告知してないので、ね、あんまり知ってる方もいないかなって、放送してるの、なのですが、まあアーカイブ残りますのでね、まあ聞けない聞き忘れちゃった方はアーカイブ聞いていただければ、アーカイブご視聴の皆さんどうもありがとうございます。はい、今度はちゃんと宣伝入れますので、ね、どうもすいません。はい、まあそんなわけだよ、今日もね、まあいろいろ司法の方出ておりますのでね、野田市内の方はまあ大体お手元に司法野田届いてるかなと思いますので、まあよかったら司法野田をね見ながら、この通信教育じゃねえんだぞっていうね、なんかそんなインターネット大学みたいな、なんかそんな感じになってきてますけどね。はい、手元に司法野田を置いていただいて、でぜひご視聴いただければなと、そんな風に思っています。今日ね、お話ししたあたりも、この12月の、期末試験に、出ますのでね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは、行きましょう。今日はなんで、あごめんね、なんかごめん、勝手がちょっと違うからさ、なんか滑らかに出ていかない、進行できないっていう、そんなところですけどね。はい、行きましょう。6月11日の、司法野田を読む、今回は6月1日号、読んでまいりますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。この番組は生放送で Facebook、Instagram、StandFM、ツイキャス、ツイッター、アーカイブ、動画アップで YouTube、オフセ、ポッドキャスト、音声配信で Anchor、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Spoon、Amazon Music、WordPress 以上14プラットフォームより全国そして全世界の皆様にお届けしてまいります。司法野田を読む6月1日号でございます。よろしくお願いいたします。あごめんなさいね、ちょっと出席を取るのを忘れていたので、出席、取っていきましょう。ごめんね。あそうで、いつも一緒に、この放送はダブルキャストで、やっています。ファンキー利根川とあと京子局員、一緒にやってるんですが、今日はねちょっとご家族と、なんかコンサートに行くということで、ちょっと今日はやむなく、欠席ということでね、大変申し訳ないんですが、また次の回は、来てくれると思いますのでどうぞよろしく。なのでファンキー利根川一人で今日は
頑張りたいと思います。はい、じゃあ出席いきましょう。スタンド FM これからですね、どうもありがとう。そしてツイッターもこれから、ツイキャスもこれからでございます。インスタグラムライブ、いきましょう。リアルタイムご視聴どうもありがとう。まさき門倉さん、こんにちは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、そしてこれはインスタグラムライブ王様、野田通さんでいいのかな、王様野田通さんどっちだろうね。はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、そして秀夫小林1420さん、リアルタイムご視聴どうもありがとう。愛宕駅前中華料理小葉さん、ね、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。はい、あ、野田の厚川たい焼き大吉さん、陽子ちゃんこんにちは、お疲れ様です、よろしくお願いします。あれ、陽子ちゃん営業中じゃないのね、真っ昼間大丈夫なんですか、よろしくね。はい、お願いします。はい、そして同じくインスタライブ、9203、あやまもと、90243、こんにちは、こんにちは、お願いします、すいません、あの画面に出ているような内容の、今日は野田市を特化した、そんな番組でございますので、よかったらお付き合いください。さっきも言いましたが、野田市民の方は、届いてると思います。司法野田、6月11日発行分を、ぜひ、お手元に置きながらご視聴いただけるとありがたいです。はい、なんかあれだね、勝手よく分かってなくてさ、今度ちゃんと練習しておきます。なんかオープニングの、オープニング工場もあんまりなんか良くなかったので、これもちょっと今度作り直しておきます、すいません。はい、じゃあまあそんなわけでね、あーごめんなさい、なんかダメだな今日は、集中してないね、ごめんなさい。Facebook ライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう。野田明宏くん、こんにちは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、野田くん、リアコメどうもありがとう。こんにちは、今日は柏と流山大高の森に行きました。おお、もう帰ってきたのかな、お疲れ。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。黒川とっこちゃん、こんにちは、お疲れ様です、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。武藤智孝くん、武藤ちゃんこんにちは、お疲れ様です、よろしくお願いします。武藤ちゃん、リアゴメこんにちは、お疲れ様です、お疲れ、よろしくお願いします。はい、まあそんなわけで、まあちょっと出席でね、実今日はいまいちですけど、すいません、告知不足でございました。しっかり告知からやりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、司法野田でちょっとお手に取っていただきまして、じゃあまずはね、やっていきましょう。じゃあまずは表紙からですね、1ページ目かな、1ページ目っていうのが表紙、皆さんも見てくださいね、司法野田。はい、健康スポーツ文化都市宣言記念式典ということで、ね、これ先月の頭ですかね、行われた、イベントでございます。ゴールデンウィークの時にね、そんなイベントでございますが、ちょっと読んでいきましょう。野田市は夢のある住みよい町、ね、すごい、どういう町なのかなっていう、こう具体的にね、なんかあるといいんだけど、まあいいけど、まあ、スローガンだからね、うん、いいよね、夢のある住みよい街、
元気で明るい家庭を築ける街を目指し、4月1日に健康スポーツ、文化都市を宣言しましたね。素晴らしいです、拍手、宣言を記念して5月3日に野田ガスホールで健康スポーツ文化都市宣言記念式典を開催いたしました。式典当日は、県、誕生150周年記念と合わせて、都市宣言の昭和をはじめ、スポーツや文化界の著名人によるパネルディスカッションや各種団体の発表など、会場に約820人が参加し、盛大にお祝いしました。パネルディスカッションの概要は2面3面紹介してますということでね、なりました。このね、いいんだけど、この820人っていうこの微妙な数字が、仲良かったなって思いますけどね。まああれだね、なんか別に文句言うわけでもないんですけど、文句ってわけじゃないけど、なんかね、もっとすごいのことになってんのかなって思って行ったんですよ。まあだから野田市民の方だとまあご存知かなと思いますが、野田の産業祭、秋にいつもやってる、なんかあのぐらいのなんかこうにぎわいで、やってるのかなって思って行ったんですけど、そしたら別に駐車場もすんなり入れるわね、そんなにびっくりするほど人はいないわでさ、ちょっとこう肩透かしになっちゃったなっていう感はあったんですけどね。もうちょっとなんかね、野田市、15万人いますから、もうちょっと集まってもよかったんじゃねえのかなっていう、まあ微妙なこう数字でございましたけどね。まあね、この情報が出たのがそんなに早くなかったんでね、一般に、まあもうちょっとこう告知 したりとかの余地はあったのかななんてはちょっと思ってましたけどね。というわけでいろいろね、各、まあ、市の著名人の方、オリンピック選手だったりとか、ね、落語家の方だったりや、いろいろ来てね、パネルディスカッションなんていうので、野田市、なんだ、文化会館の中でやられてたという、まあ、そんなイベントでございましたけど、まあ、ファンキー利根川も、ね、行って、これね、本当に申し訳なかった。申し訳なかったっていうのもなんですけど、行ったんですよ。で、外のブースは全部覗いて、なんか健康チェックとかさ、あと鈴木貫太郎さんのなんだ、ブースとかもいろいろ覗いてね、市の学芸員の方とちょっと喋ったりとかいろいろしたんですけど、そしたらたまたまうちのメンバーのリラックスハウス柿沼さんが来られてて、なんかすっかりね、外で立ち話なんですが、意見交換始まっちゃって、そしたらもうなんか立ち話でなんか2時間ぐらいさ、白熱した、野田市についての意見交換、しちゃったら、すっかり中の出し物を見てなかったっていう、ね、様子だけでも見に行きゃよかったんですけどね、なんかすっかり、見ないで、終わっちゃったっていう。そんな経緯がありましてね、まあ中がどういう状況だったのかなっていう感じだったんですけど、まあ今のね、この発表で820人ですからね、まあどうだったのかななんてちょっと思ってましたけどね。まあそんなわけで、まあイベントとしてはね、まあ無事に終わったのかなということで、まあこれもね、今あれですよ、千葉県内各地でこの千葉県誕生150周年記念、イベントっていうことでね、各地でやってますね。今日もなんだ、柏の葉の爽やか県民プラザだったりとかさ、あと森のホールか、あるいは先週かな、今日もやってんのかちょっと忘れちゃった、ね、松戸森のホール、だったりとかでいろいろなんかイベントやって、先週が多分この千葉県全体のこの、誕生150周年記念イベントっていう、周年記念イベントかにの、大々的なセレモニーが、
松戸の森のホール21で確かあったっていう、そんな感じかなと思いますけどね。まあなんか1年間、ね、各地でいろいろなこの千葉県150周年記念ということで、まあ皆さんも多分いろんなところで県内、この文字を、見かけるようになるかなっていう。まあチキチキキラキラあたりでもね、あのだからね、チキチキ姉妹コミュニティのキラキラ情報局管内でも、この間も山武市で、150周年記念、田んぼアートと、田んぼの中で結婚式をやるっていう、そんなイベントがやられていたりとか、それから、熊谷県知事が田植えに来たって誰か言ってましたけどね、なんかそんなことが、あるのかな、いうふうに思っています。はい、だからあと野田はこの間も前回の放送かなんかでもちょっとおしゃべりしたんですけど、 NHK の公開、収録なんていうのもね、それも、なんかあるみたいでね、この記念して、これ NHK の公開収録はあれか、千葉県150周年、記念と、あとこのNHK 千葉放送局80年、開局80周年ということで、まあそれの共催のね、見つけたっていうイベントがあるらしいと、まあそんな出ておりますのでね、まあ千葉県全体、まあこれから1年間、ガンガンイベント等で盛り上がっていくかなというふうに思っていますのでね、皆さんも乗り遅れないように、また多分ね、野田市内でもいろいろ引っ掛けたイベントなんかあるのかななんて思っておりますけど、ね、乗り遅れないようにぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでちょっとあのパネルディスカッションの内容はあの皆さん各自読んどいてくださいね、いろんな、まあ、抜粋して出ておりますので、よかったら2ページ目3ページ目に出ておりますので、内容の方は読んどいてみてください。よろしくお願いいたします。インスタグラムライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。ゆかるひ農園さん from 東金、こんにちは、お疲れ様です、よろしくお願いします。ただいまの時間は、この放送は千葉県野田市に特化した、野田市の広報誌四方野田を読むという番組をやっています。はい、よかったら遊んでってください。そのうちあの東金のやつもやりますからね。忙しいよ、体一つじゃ足んないね。東金のやるなんて言うとよ、もう三務もやってくれとかよ、茂原もやってくれとか、いすみ市もやってくれとか、いろいろ言われるんですよね。だから本当にあのチキチキスタジオがあるこの柏市もやれっていう、そういう話もあるんですけどね、もう本当に俺ね、間に合わない、体一つしかないっていうね、ところで頑張っています。はい、今日は、野田市の、四方野田を読んでいます。はい、こんなのあれだよ、千葉県じゃないよ、はい、武藤ちゃんどうもね、続きはアーカイブでよろぴく。はい、ありがとうございました。はい、黒川とこちゃん Facebook ライブからリアコメ、私はしっかり聞いてきましたとですね、素晴らしいです、ね、もうとこちゃんは模範生です、ね、模範生、リアルタイムご視聴どうもありがとう。岩橋博之さんこんにちは、お疲れ様です、よろしくお願いします。 from 流山、はい、というわけで、あ、なんだっけ、ダメだ、どうせ知ったよ、まあいいや。はい、じゃあちょっと話途中でいろいろ言うからよ、なんかあれだね、今日はね、なんださっき二度寝しちゃったんだよ。朝結構7時ぐらいに起きて、でなんだかんだやってね、朝のニュース番組見ながらやってて、まあちょっと朝ごはん食って、でその後、昨日の夜の放送の
まとめというか、あの各、ポッドキャスト、YouTube やら、ね、音声映像アップロードで、まあ同時に9時から日曜討論っていう、まあちょっと政治番組を、見ながらやって、なんかいろいろ言ったら10時ぐらいから眠くなっちゃってさ、で1時間半ぐらい横になってでまた起きてきてという、そんなんなので、いまいちなんか頭回転しないですよね。いつもはあの夜9時10時からだからさ、まあ疲れてるのなんだけど、日中ずっと起きてるからね、頭は結構回転してるっていう、まあそんなところなんですけど、まあいいや、はい、まあいい感じでおしゃべりさせていただいております。皆さんもお付き合いよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いていきましょう。今度4ページ目ですね、司法の田の4ページ、下の方になります。はい、野田夏祭り踊り七夕が4年ぶりに復活という、そんな情報が出ております。はい、じゃあ行きましょう。本当はね、みんなとこう双方向でできれば、はい、じゃあここは黒川とっこちゃん読んでねってね、はいってこう手を挙げて立ってこう読んでもらうんですけど、すいません、ちょっと音声関係はできてないのでね、すいません、ファンキー利根川が全部読まさせていただきます。市では、野田夏祭り踊り七夕を健康スポーツ文化都市宣言記念事業として、ほらこれも全部こう引っかかってんだよね、4年ぶりに開催いたします。8月5日土曜日と6日日曜日に本町通りを中心に開催いたしますと。野田七夕祭りは、市政施行の頃に始まり、踊り、パレードは、昭和47年から開始しましたと。で、皆さんこの辺りの歴史も押さえてくださいよ。こういうところテストに出ますのでね、皆さん赤線必ず引いておいてください。今のところ大切ですね。平成14年には野田夏祭り踊り七夕と名称が変更され、伝統ある七夕祭りによさこいソーラン踊りなどの、新企画を加えながら現在まで続いている、野田の風物詩です。参加者を募集、市内の団体企業さんのパレード参加やと協賛を広く募集しています。今年度は3人1組のグループでの申し込みもできますよ。募集1、踊り、パレードの参加団体企業グループ3人1組、協賛団体企業個人ということで、7月5日水曜日までに野田夏祭り踊り七夕実行委員会事務局、PR 推進室内ということでね、ご連絡くださいねということで、出ております。いやー、もうこんなにやってないんだね。ねえ、コロナでずっとだ3回できなかったっていうことかね。多分そうだよね、3回、そうですか。だから一番最後にやったのは何年、19年だよ、20年19年か。ちょうどね、その前、2回3回ぐらいかな、ファンキー利根川もね、踊り七夕に参加させていただきまして、愛宕神社のでところで境内で、ライブイベントなんていうのもやっておりましたけどね。いやー、もうそっからそんなに経つんだなーなんていう、ところでございますね。いやー、久しぶりだからさ、盛り上がるんだろうね。まあ楽しいよね、本当に。ああ夏だなーっていう、でちょうど一番暑い盛りのイベントだからさ、ね、みんな汗だらだらかいて、ね、かき氷食ったりとかさ、そんなね、感じになるんですが、いやーちょっとね、今年はあれなんだよ、ここがね、
の柏市議会議員選挙なんですよ。あ、6日行けるかな。あ、でも6日もちょっとなんかね、あの当日はあの選挙活動はないんですけど、8月5日はまで選挙活動なので、ちょっとね、ファンキー利根川今年は怪しいかなというそんなところなんですよ、ね。まあなので、メンバーさんでたくさんお祭り繰り出していただいて、いろんなところの写真なんかをまあアップしていただいたりとかで、あのファンキー利根川多分行けないと思うので、皆さん、よかったらアップしていただいてね、盛り上げていただけるとありがたいかなと、そんな風に思っています。ね、やっぱり歴史のある、七夕祭りね、そんな感じはでございますので、ただね、本当にこうファンキー利根川が思い出に残っている、まあ中学生ぐらいまでのなんかね、踊りとか七夕と比べるとさ、いや非常になんか寂しいなんか七夕になっちゃってる。これはね、結構全国的にそうらしいですよ。結構七夕すごい、千葉県茂原市の七夕もなんか叱りらしいんですけど、なんかね、本当に昔はその本町通りがさ、七夕の飾りでもうね、10メーター先が見えなかった。もう本当だよ、こうやってね、お蕎麦屋さんののれんをかき分けて入っていくみたいに、七夕の飾りをこうかき分けながらこう歩かないと前に進めなかったっていう、そういう記憶がずっとあって、これでファンキー利根がしばらく野田市を留守にしてね、いろいろ回って帰ってきて、それで久しぶりにもうね、何十年間ぶりに七夕に行ったら、なんて、これってまだ飾り付けの途中でしょうなんてね、七夕って今日じゃないのみたいな、なんかそのぐらいね、なんか寂しかったっていう、こう記憶はあるんですけどね。なんかそういう意味でもね、なんかもうちょっとこう、いい形で、ね、全盛期というか、本当にね、昭和50年代、まあね、60年代前半ぐらいまでのなんかすごいこう活気のある飾りももういっぱいだみたいな、なんかそんなこう七夕にね、また戻ってほしいなっていう、そんな感じなんですけどね。まああとね、やっぱりポイントとしては、まあこれもまあ野田の市民のお祭りなんですけど、まあこれもいつも言ってるんですが、まあチキチキ情報局ファンキー利根川的見解としては、やっぱり野田市ね、観光資源がこう少ない、観光地がないじゃないですか。これといってまあ清水公園ぐらいかなっていう、まあ他県の方とか他地域の方が頻繁にこう来てくれるっていうの、まあそのくらいしかないからさ、やっぱりこういう市民のお祭りにしても、やっぱりこう観光資源の一つとしてこうね、捉えて、やっぱりいろんな地域からこう来ていただけるように、PR したりとかで、こうやって司法にもちろん乗るのも、これはもう本当に、いいんですけど、もっとこう外に向けて、ね、だから踊り七夕以外にもそうですよ、つくまいだったりとかさ、もっとこうね、いろいろお祭りあるし、三花町お祭りなんていうのもおみこしでいっぱい出たりとかで、あとね、多分これからアナウンスあると思うんですが、なんだ、みこしパレードとかね、そんなのももうどんどんこう観光資源として、こう地域外のこう方々にこう来ていただけるようにね、だから言ってんだけどね、だからまあ周辺の駅とか、だからこの辺で行くと柏駅とかさ、大鷹の森駅とか春日部とか大宮駅あたりにもこうなんとかしてこうポスター貼らせていただいたりとかね、してどんどんこうそういうところからの流れてきていただけるね、流れてこられるような、イベントにこうしていけると、こう街の外から来てくれた方が
まあ、お祭りでさ、お金少し使ってもらってね、少しでもこう市内が潤えばね、また、まあ、税金で持ってかれるんですが、またそれがね、あの税金となって今度市の、ね、市民サービスにこう使われていくというね、やっぱりそういう循環、これはすごく大切だと思うので、これはあのファンキーとねが次の、選挙で公約、嘘です、それは嘘ですけどね、やっぱりそういうことをこう考えていかないと、やっぱもったいないのかなっていう、せっかくね、すごくいいお祭りなんですよ、雰囲気はあるね、あって、いいなっていう、やっぱり、そういう部分では、市外の方だからほら、大きな大きなったらあれだけど、各地あるじゃん、有名な全国的規模のお祭り、博多どんたくとかさ、あと岸和田のだんじりとか、秋田のなんだっけ、ねぶた祭りとかさ、あるじゃないですか。ああいうのと同じでさ、まあ規模はそんなうちはね、野田大きくないけども、でもどんどんこう良さを PR してね、地域外から人がこう来てもらえるようにこうしていけるとね、効果はどんどん、ね、やっぱりこう宣伝文句として、いいじゃないですか、野田ね、お祭りすごいよ、そんな感じでやっていただけると、僕はいいかなと思っていますけどね。まあなかなかそれに気づいてっていう人はいないのかな、じゃあ俺が言うしかない。まあ一応ね、ファンキーとねが市の職員でもないし、市議会議員でもないし、で野田市の昼間の市長でもないので、なかなかね、そんな意見は言えないんですが、ね、こうやって一応放送で、少しずつでも、もうこれも何年も言っています、もうこれはずっと言っています。まあそんなことでね、やっぱり昔に比べると人は少ねえな、もちろん人は集まってっけど、やっぱ人少ねえなっていう、こう感じはあるんだよね。やっぱりあとこういう、まあメインストリートは飾り結構出てるけど、こういう横の小道で、入るとさ、昔はもっとあったんですよ。細い通り、ね、路地みたい入ってもあったんだよ。今はなんかもうそういうのがあんまりない。ないという、いや非常に寂しい、そんな状況でございますね。なんかそういう部分でさ、どんどん来てもらえれば、でお金使っていただいて、これがね、町に税金で納められて、でそれでまたこう七夕の費用で、じゃ あこんだけ予算出すから、町のね細いとこも飾り出そうぜとかさ、ね、昔みたいにやろうぜとか、なんかそういう空気感にこうなっていけると僕はいいかななんて思っていますね。もちろん野田市民でわーって楽しむのもいいんだよ、いいんです、もちろん野田のお祭りだから、野田市のお祭りだから全然いいんですけど、やっぱりプラスアルファをこれからは考えていかないと、いけないかなと僕は思っています。なのでこれをお聞きの皆さん、ね、野田市外にお友達とかご親戚、県外に、お友達とかご親戚いらっしゃる方は、ね、ぜひ電話入れて、七夕やっからよって、そんじゃその時ちょっとうち遊びに来ながら七夕見に行こうよって皆さん声をかけてください、ね、SNS なんかやってる方は、まあ、みんなやってると思うけど、野田氏以外のお友達とか、ね、フォロワーさんに声をかけていただけるとありがたいんじゃない、そういうふうに思っています。はい、じゃあね、今年はやるよ、ちょっとファンキーとねがは残念だけど、もしかしたら6日の日はちょろっといけるかなと思うんですけど、ね、ちょっと今微妙な線でございますが、はい、8月の5日土曜日、6日日曜日に、野田夏祭り踊り七夕、そしてみんなでのんちゃん音頭、のんちゃんも来るからね、皆さんよろしくお願いします。ほら、のんちゃん運動あれだからよ。チキチキ情報局のね、ファンキー・トネがお気持ちのテーマソングじゃないんだ。これはこの野田踊り七夕の、まあ、テーマソングっていうか、イメージソングなんだよね。もうこっちでガンガンかかんなきゃいけない。そんなところなんです。皆さん、どうぞよろしくお願いします。集まってよん。お願いします。はい。ということで。
はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。岡田勲さん、こんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、岡田さん、リアごめん。こんにちは。連日の放送お疲れ様です。どうもありがとう。マリノルさん、ありがとうございました。ね、なんか、どっかで、気まがせのアリインディアンレストランで、意見交換があったらしいというね。もう、うちのメンバーさん、最近すごいですね。各地で意見交換やってますからね。よろしくお願いします。岡田さん、秋田の何これ、サオなんて読むの、なんとか祭り、ちょっと読めないよ。秋田、青森はねぶた祭り、宮城仙台七夕が東北三大祭り、ね、やっぱりそのぐらいに、まあそこまで行かなくてもいいけどさ、なんかあーってこう、ね、町の外から人が来て七夕で盛り上がるっていう、そういう流れになっていけるといいのかななんて思いますけど。はい、ファンキー利根川は野田市観光都市、プロジェクトみたいな、なんかそういうのをこう公約にしようかなとかいろいろ考えてます。まあいいや、あんまり余計なこと言うと、まあ、大変なことになるからね。はい、じゃあ続いていきましょう。結構喋っちゃうからね、一人だと。京子局員がいればさ、なんか淡々と、NHK のアナウンサーみたいにさ、淡々と喋ってくれるから、結構進行早く済むんですけど、ファンキー利根川なんかいろいろ、一つ一つにこう、思いがあるからさ、長くなっちゃうんだよ、話が。ね、申し訳ない。はい。じゃあ、これは、ちょっと前、前回の放送かなんかでも取り上げたんですけど、5ページ目。司法の段5ページ目ですね、上の段。自転車乗車用のヘルメット、市独自に購入費、助成開始という情報でございます。これはもう、ね、前回の、司法の番組と、あとファンキー利根川お気持ちでもおしゃべりさせていただいておりますけどね。ちょっとね、改めて読んでいきましょう。法律の改正で今年の4月1日から、自転車に乗るときはヘルメットを着用することが、努力義務になりました。ここのね、努力義務っていうのはなかなかね、これはくせ者なんですけど、だからがっつり義務じゃないんですよね。頑張りましょう義務的な、まだそういう位置づけなんですけど。で、市では通勤通学時の自転車利用の着用状況を目視調査したところ、東武野田線の市内2駅の市営駐輪場での着用率は 2.16% と非常に低いものでした。また自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の7割は頭部に致命傷を負ったことから、市では自転車事故による被害を軽減していくこと、ということ、ヘルメット着用を後押しする購入助成のための1万人分の予算案を5月12日の臨時議会に提出し、可決いただきました。助成対象は令和5年4月1日以降に自転車乗車用のヘルメットのうち SG、一般財団法人製品安全協会や JCF 公益財団法人日本自転車競技、連盟など5団体のいずれかの安全基準を満たしているヘルメットを購入した市民です。申請受理後にヘルメット購入費の半額上限3000円を登録口座に振り込みます。助成金の申請窓口は市役所2階市民生活課と関宿支所です。購入を証明するレシートなどが必要です。原則として商品購入から6ヶ月以内に申請してくださいねということで、問い合わせ先が交通指導係という、これは役所なのかなね、ところになっています。まあ、役所に電話してヘルメットの件でって言えば多分案内入れてくれると思いますけどね。まあそんなわけで、まだまだ
ヘルメットかぶってない人多いよっていう、そんなところなんですがね。こんな風にお前でっかなことでね、ヘルメットなんて放送してますが、すいません、ファンキー利根川もまだ買っていません、申し訳ない、柏はないんだよ、調べたんだけどさ、まだ。だからいずれ来るかなと思ってもうちょっと待ってるんですけどね、ちょっとまだアナウンス入ってこないので、すいません、ファンキー利根川もノーヘルで乗っています。2.16%、 多分野田市駅と愛宕駅じゃないかな、違うかな、分からんけどね。まあそんな感じでね、出ておりますけど、まあこれはまあ野田市に限らず、まあ柏市内も、よくチャリンコでね駅前とか俺行くんですけど、まあかぶってないね。ね、やっぱかぶんなきゃいけないなって思ってるんですけど、まあでもあれかな、こうやってね6ヶ月以内っていう あれをね出してくれれば、今買っちゃってもさね、こっからだから年内ぐらいまでに申請すればいいかななんて、つけてくれるんであれば、ね、ちょっと買おうかななんて思ってるんですけど、今なんかさ、いいっていうかかっこいいヘルメットいっぱい出てんだよね。なんだファンキー利根川もよくかぶってる帽子、ベースボールキャップっていう、あんな感じの形のやつとかさ、なんか結構いろいろね、ほらよくね、その前まではさ、こういう、なんていうの、サイクリングする人がかぶるこういうなんていうの、流線形みたいなさ、派手なヘルメットしかなかったんですけどね、ああいうこのほら努力義務になってからいろいろ各社、で製品化してるということでね、なっておりますので、まあね、ファンキー利根川もすいません、買ってないからあんまり大きな声では言えないんですけど、皆さん自転車乗るときはヘルメットかぶりましょう。そして野田市の方はありがたいです、3000円助成してくれるというねところでございますので、皆さんヘルメットをガンガンかぶりましょう、よろしくお願いします。岡田勲さ ん関東祭りなんだろう、あ、関東祭りっていうの、秋田、はい、ありがとう。岡田勲さん、現在私はバイクのハンキャップをかぶって、あ、岡田さんどうしたの、なんかもうすっかりね、え、もう岡田さん最近真面目です、ね、え、もうバイクのキャップかぶってるっていう、そうです、そうだよね、岡田さん、岡田さん転ぶと直接地肌に当たりますからね、ね、え、ワンクッションないから岡田さんはもうかぶった方がいいです、ね、え、僕もちょっと考えるよ、本当にね、こうやって言ってる以上、なんでお前かぶってねえんだよってまた突っ込まれると嫌だからね、かぶってねえやつがこんなこと放送してんじゃねえよって言われるから、買おうかなと思っています。あれ、とっこちゃんはチャリンコをよく使ってんだけどヘルメットかぶってんのね、お仕事でチャリンコよく乗ってるみたいなんですけど、どうなんですかとっこちゃん、ね、はい、自転車用のヘルメットどうでしょう、皆さんもチャリンコ、乗るときは必ずね、もうかぶるように、まあ罰則はないんですけど、やっぱりこうね、身の安全をこう守るためにということでね、皆さん岡田勲さんを見習いましょうね、え、岡田さんすごいです、そうだよ、岡田さんが手本になってるよね、え、もうすごいね状況になってきました、岡田勲さんがもうお手本です、もう岡田さんは模範生です、はい、そうですか、僕も考えます、
リアルタイムご視聴どうもありがとう。山田翔海千葉さん、こんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、黒がどこちゃん、私は仕事、自転車で仕事だからヘルメット買わないとね。ね、そうだよとっこちゃん、危ないからね。山田さん from 茂原、こんにちは。おじさんに、の普段着に合うヘルメット欲しいですね、ということで。なんか結構出てるよ、あのベースボールキャップみたいな。ただね、あのファンキー利根川ね、ちょっとね、あれなんだ、頭のサイズが大きいんだよ。だから慎重に選ばないと、サイズあるのを買わないとダメ。この間もホームセンターどこかで見たんだけど、普通サイズだと頭に乗っかっちゃうんです、ね、だからちょっと、まあネットで買うしかないかなと思ってるんですけどね。はい、黒川とっこちゃん、ホームセンターは在庫なし。あ、そうなんだ。特に野田はないよ。ある程度だからとっこちゃん分かんないよ、最近こっちのホームセンターも見てねえから分かんないけど、野田は結構あれじゃない、3000円出るって言ってから結構買う人増えてんじゃないのね。え、超分かんないですけど、柏に来た時に買ってみればいいんじゃない。南柏のなんだっけな、ロイヤルホームセンターじゃなくて、あるじゃないですか、港南とかで、ね、岡田さん、チキチキと知り合って心を入れ替えたからね。岡田伊沢さん、よろしくお願いします。はい、まあそんなわけで、まあこれは別に野田市の方に限らず、全国的にね、皆さんチャリンコ乗るときはヘルメットかぶりましょうね。はい、そんな情報を載っておりました。野田市は3000円、助成出ますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして続いていきましょう。話どんどん変わるよ。同じく5ページ目、まあこれはちょっとさらっと、流す感じでね、ちょっとこの間ね、雨が、結構降った時に野田市内でもなんかかなり水が出たっていうで、ね、情報がありましたので、まあ注意喚起というか、まあ関連情報として、ちょっと急遽読もうかなと思うことで、ありました。5ページの下の欄でございます。大雨に備えて阿部沼第三、貯水池か、が完成ということで、ね、出ております。市では大雨時の並木地区、これは関宿ですね、関宿の、宝珠原橋の渡ったあたり、ね、並木、ね、周辺地区の浸水被害を軽減しようと、公共下水道事業による、雨水対策を実施しております。整備エリアの中でも特に浸水が多い親の市先の東台団地、北側に阿部沼第三貯水、池の、整備を平成30年から進めてきましたが、令和5年5月末に完成したところから6月中に稼働に向けて準備を進めています。阿部沼貯水池は、降雨時に降雨時に周辺の道路、側溝や排水管から雨水を効率よく一時貯留し、併設のポンプ施設で貯留している、雨水を計画的に下流へ放流して浸水被害を軽減しますと。今年度からは6兆4単、排水ポンプ場付近の、こういう地名あんだ、排水、すごい、浸水被害を軽減するため、関宿中央小学校東側に既存貯水池の拡張工事を開始します。引き続き雨水整備を、進め、東宝芝名地区の浸水対策を進めていきますという、そんな情報が出ておりました。で、まあちょっとこの辺りの、まあ、ね、詳しい状況はまあ分からないんですが、ね、この間
ね、大雨降って先週先々週間末、かなりいろんなところで野田市内も、水がついて、何三顔のあたりとか結構車がぶん流されちゃったりとかさ、なんかそんな状況にもなってきてて、ね、だから結構野田市内もこう水がつくところがやっぱまだあるんだなっていうところなんですけどね。いやあれだよね、あの時は結構こう尋常じゃないこう雨降りで、ね、すごいことになったんですけどね。だからあれだよね、ほらチキチキの板にもさ上がってたじゃないですか、七光台のイオンタウンとかさ、あとこっちの野田のジャスコノア店のドライブインシアターあたりとかでいろいろこう水が溜まってるよっていう、なんかそんな投稿がありましたよね。あとあっちだ、なんだ利根川の、方の、スポーツ公園、福田じゃなくて、なんだね、あっちの、スポーツ公園の方とかも水がついてるっていう、話が、あったんですけどね。まあでもほらね、そういうところはこれ故意的にもともと水をこう貯めるようにそういう、目的で、駐車場を使えるよっていうのでこう設計されてるっていうのを何年か前に聞いたんだよ。誰に聞いたか忘れちゃったけど、よくほらね、イオンで駐車場水溜まってるとかさ、ね、なんとかしてよとかさ、あそこだよ、イオンのノア店のさ、ダイソーとかある方さ、くら寿司とかある方の駐車場、スポーツオーソリティだっけ、ある方のこう駐車場とかさ、なんかたまる、あれは本当にあれが大雨降った時には正常に稼働してるという、あれは多分っていうんじゃないですけど、イオンをね、こう作る時にやっぱイオン側からね、やっぱりこう近隣、住民の方への、まあ、配慮ということでね、あそこにこう水が溜まってくるようななんかそんな仕組みに、なんかしてるんだなっていう、そんな話をあったりとか、あと城崎の、スポーツ公園もあの辺りも他に水がいって溢れないようにあそこにこう溜まれるような感じでこう作られてるとかさ、ね、そんなところもあるみたいですけどね。街中あたりとか大丈夫だったのかな、野田もちょっとあんま俺詳しく分かんないんですけどね。あとどこ木間瀬あたりでもどっかついたなんて出てなかったですか、ね、柏市内もね、まあ南部坂西っていう地域あたりで、浸水したなんていうそんなところだったり、そしたらさ、思いのほかひどかったのが柏から利根川を渡って茨城県の取手市がなんかすごい、なんか水使っちゃってたよね。ずっとなんかニュースで先週とかも今週か頭ぐらいとかずっとやってましたけどね。まあだからこれからはね、本当にあんまり今まででは考えられなかったようなこう雨がこう降るというそんな状況もねあるのかなというふうに思っていますのでね。いやーこれは本当にこう気をつけていかないと、いけないのかなっていうふうに思いますけどね。なかなかね、あとあれだっつったよな、野田氏はさ、なんか下水道がさ、下水道の あんまり詳しく俺はよく分かんないですけど、松戸の方になんかこう送るっていうのがあるらしいんですけど、そしたら今度松戸の方のさ、その下水処理場かなんかがなんか雨水でいっぱいになっちゃって、で今度溢れちゃってるっていう、で何下水がさ処理されないっていう状況があってさ、一時ね
野田の情報でさ、お風呂と水洗トイレ使わないでください。まあ、使わない、まあ、風呂はともかくね、便所はやっぱ大変だからね、トイレは。なんかそんな状況になってきて、あんまり今までそういうの聞いたことなかったからさ、だからやっぱりこれからはね、そういうことが多々起きてくるのかなっていうね。なんか線状降水帯なんていうのもすごい多発してね、同時多発でいろんなところでこう起きたりとかさ、なんかそんなことになってくるとね、やっぱり、こう水の雨水の問題こう深刻になっていくのかなと、なんかそんな風に思ってますけどね、非常にこれからまた心配だなというそんな感じはありますけど、まあね、江戸川、利根川がさ、まあ氾濫するようなってことはまあないとは思うんだけどね。でも逆にね、っていうか水が上がりすぎちゃって、ね、そういうポンプ場とかさ、そういうところがこう機能しなくなっちゃったりすると、こう日的、二次三次災害みたいな、なんかそんなことが起きるのかななんていう、ちょっとごめんなさいね、素人で申し訳ないんですけど、まあ、そんなことも、これからは考えていかないといけないのかなという、ね、ところで、ちょっと今ね、雨水ということで、まあ、前回先週か先週の、大雨のこともありましたのでね、ちょっと触れさせていただきました。皆さん、注意してください。よろしくお願いします。はい、Facebook ライブリアコメ、黒川とっこちゃん、若い時ヤマハパッソル、乗ってたからヘルメットかぶってたけどね、出ました、ヤマハパッソル、ね、ファンキートレガーも乗ったよ、あの赤いヤマハパッソル、ね、あそこの宮崎小学校の近くの北島林業っていうところで買ったんですよ、ヤマハパッソル赤いの、高校生の時、ね、懐かしいね。とっこちゃんもパッソル乗ってた、ね、結構あれだよ、野田市内パッソルでブイブイ言わしたんじゃないね、とっこちゃんよろしくお願いします。はい、 あれか、あっちか、昭和町の子、ね、その後だよね、野田市内だよね、ブイブイ、ね、はい、岡田勲さん、ジャスコ内のチャリンコ屋さんでヘルメット見たよなんて、うん、はい、あ、とこちゃんありがとうね。とこちゃん仕事でチャリンコ頻繁に乗ってるからね、やっぱ危ないですよ、かぶんないと、ね、山田さん、野田市は大きな川があるので浸水とかしないんとか、あ、とかしない印象でした、溜めてもすぐいっぱいになるので排水ポンプ工事を、してほしいですということで、あ、茂原ね、そう、まあね、野田は、あ、ね、江戸川、利根川は、まあ、いつだろう、あれは19年からなんかの、台風の時に、結構ね、利根川は水位上がったんですけどね、で、関宿界隈は、避難指示が出て、一時騒ぎになりましたけどね、まあ、溢れるまではこういかなかったんですけど、まあ、でもね、こう、両サイド川で囲まれてる町だからね、まあいろんな部分でこう注意していかないといけないのかななんていう、そんな風には思いますがね、ね、そんな情報でございました。はい、まあこれからまだね、梅雨だしね、どんどん降るかもしれないですからね、はい、水には注意しましょう。じゃあ続いて6ページ目いきましょう。四方野田6ページ目、これもちょっと毎度、放送でね触れさせていただいております。まあ選挙のお話でございます。たかが一票されど一票、貴重な一票を大切にということで、司法の6ページの下の段に書いてあります、ちょっと読んでいきましょう。
4月9日の千葉県議会議員一般選挙では野田氏の投票率は 24.94% で県内最下位でした。皆さん、なんで一生懸命チキチキ情報局、ね、情報発信してるんですが、もうあろうことか、もう野田氏や県内で最低だったという、これはあれだ、あのチキチキ情報局にもこれは責任があります、ね、もっとやっぱ広報が足りない。あとまあいいや、後でまたちょっと言うよ。選挙のたびに、年代別では、選挙のたびに年代別では若者を中心に投票率が、低下し、地域別に見ても市内だけでなく全国的にも低調ですと。選挙では必ずしも自分が支持する候補者が当選するとは限りません。しかし、もし選挙で、投票を、棄権した場合、たったそのたった一票、いやそのたった一票差が結果を左右することがあるかもしれません。一票差で、当落が決まったことも、2022年に全国で行われた927の地方選挙のうち1票以内の差で、最下位、当選と時点で、落選した候補者の明暗を分けた選挙が5選挙もありました。投票同数でくじ引きになった選挙は2選挙。2018年5月の野田市議会議員選挙では、最下位の当選者と次点、者の投票差はわずか3票でした。普段から身の回りの課題に関心を持ち、より良い未来のために選挙では、貴重な1票を無駄にせず必ず投票しましょうねという、そんなところなんですけどね。非常になんかここでまあ問題点というかね、まあ恥ずかしいです。こんなに毎晩一生懸命やっててね、特に選挙になると毎晩のように投票し行こうねとか、いろんなことをやろうねとかさ、じゃあ投票行こうよとかいろいろねお訴えさせていただいてるんですけど、そんな野田氏が、県内で一番低かったという、非常にこれは不名誉です、ね、これは本当に本当にファンキー利根川も、責任を感じています。いやー PR が足りねえのかなという、そんなところでございますね。まあでもうちのメンバーさんはね、一生懸命多分言っていただいてる方が、大半かなって思っていますけどね。やっぱり行かなきゃ、もしこう気に入るっていうか支持する方がいないにしても、やっぱりこう投票所行ったりとかはやっぱりしないとまずいのかなと、ね、もちろん期日前でもいいと思うんですけど、だからこれ言ってんだよ、もうないっていう場合はファンキー利根川って書いてこい。これはタンポバニーさんからの提案、ね、それを書きに行く、それが次の選挙にもこう足を運ぶってい う, こうきっかけになるのが、ね、やっぱりこの、まあ、めんどくさい行為ですよ、ね、わざわざ行かなきゃいけないんだから、ね、だから今いろいろねこうネット選挙なんていうのもいろいろこうね政治の、世界ではなんかいろいろ今つぶやかれてるみたいですけどね、川田町あたりでは。でもまだね、現行の選挙だとどうしても行かなきゃいけないっていうね、投票所とか、あとはそういう近隣センターとか、行かなきゃいけないっていう、こうシステムなの。やっぱりそういう行くっていうことをこう癖として行く、当たり前のことで、にしていかないといけないかなっていうのはあるよね、まず一つ、ね、だから本当にファンキー利根川も本当申し訳ない。もうね本当にここあれですよ、
もう10年ぐらいですよ。なんか一生懸命っていうか選挙にこう行くようになった。あの特にあのチキチキ情報局始めてからだよ。がやっぱり一生懸命こう選挙は行こうかって行こうは行かないとってこう思ってあの行くようになりました。その前まで本当申し訳なかったんですけど、ほとんど記憶なかった、ね、そんなやつがこんな放送ででっかなことを言ってんじゃねえってこう言われるのは分かっていますね。ごもっともです、ねね、まあでもやっぱりね気がついたら、まあ、それを言っていかなきゃいけない、なんかやっぱりでもきっかけだと思うんだよね。投票行くのっていうのまあめんどくさいよ。仕事をしてたらさね、でもやっぱりこう大切なことではありますのでね。だからさっきも言ったけど、まあ、各地域の皆さん、なんだ、この方っていうね、方が決まってない、いなければファンキー利根川と書きましょう、ね、それを書きに行くだけでもいいじゃないですか、ね、ファンキー利根川に投票したってい う, こう気持ちでこう言っていただけると、いいんじゃないかな。ね、白紙で出すよりはファンキー利根川、ね、行かないよりはファンキー利根川、ふとらお前千葉県内でよ、いろんなところでよファンキー利根川っていう投票用紙が入ってたぞっていう、なんかそんなニュースになるなんねえかね、よくわかんない、特別枠でファンキー利根川になっちゃう、嘘、そんなことはない、ね、まあだからこれはやっぱりね、こう行く側もこう考えて行かないといけないのかなっていうところと、やっぱもう一つはやっぱりなんていうのかな、そういう、まあ、政治活動される方、ね、とか、まあ、選挙管理委員会、あとまあこういう公的機関役所だったりとか、やっぱりそういうところがもっとこうね、町の姿勢だよ、ね、町のことにこう興味を持ってもらえるような日頃からのなんていうのかな、こういう活動というかね、それもやっぱり大事だと思うんだよ。たださ、こうやってね、選挙に行きましょうってさ、もちろんいいよ、書かないよりはいいけど、そうじゃねえだろって思うんだよね。やっぱり興味のないことはさ、人動かねえからさね、だから普段からなんかこう街のね、そういう市政とか、まあ、県政とかもそうだけどさ、まあこれからね、まあ年内、多分あるじゃないかなっていう衆議院議員選挙とかもそうなんですけど、やっぱりこう政治を、まあ、される方々にも、うん、やっぱりこう問題あるんじゃないかなって僕は考えていますけどね。だからやっぱりこう普段からね、特にね、こう野田市、まあ、市だと、まあ、市議会議員の方とかがさ、やっぱり普段からこう見えるこう姿勢、そういうのをやっぱりしていかないと、もっと身近なところで、そういう政治活動をしていかないと、行ってないっていう結果じゃないのかなって、この、ね、野田市のこの、まあ、県内、まあ、今回はあれだったけどね、県議会選挙、議員選挙だった、まあ、県議会議員選挙はどこの地区でも投票率低いんですよ。あんまりなんかこうマイナーな選挙って言われるような選挙なんだね。まあ市議会選挙ならもうちょっとね、こういろんな人がいっぱい出てさ、ワイワイこう盛り上がるんで、うん、ね、行く人も多いと思うんですけど、まあそれはね、さておき、やっぱりこうだからなんかさ、こういうね、コミュニティとかでもさ、選挙の話と野球の話とかご法度よっていう、もちろんうちも別に特定のなんかそういうね、考え方がどうのこうのとか、そんなことはね、ちょっとやるといろいろ揉めるのでね、なんですが、やっぱりこう選挙に行きましょうっていうね、まあ市政に参加しましょうとか県政を見ていきましょうっていうのはやっぱり言っていかないといけないのかなって、特にここ
最近よく思うようになってきました、ね。だからやっぱりこう、こうなんていうのかな、興味を持ってもらえるようななんかそういう、ね、姿勢とか、だから市議会とかもそうですよ。なかなか傍聴に行ってる人なんていないと思うんですよ。あの前も言ったんですけど、まあ、野田も柏も言ったけど、あんまり人はいなかった、ね、そんな人はいない。一生懸命呼んでる議員さんもいるよ、市議会見に来てっていう方もいらっしゃって、そんな方は何人かこう来てたりします。まあそれは柏も野田も一緒だったんですけど、まあでもね、そういうのもこれからすごくやっぱりやっていかないといけないのかなっていう。普段からただ選挙の時だけで、ね、選挙来てくださいよっていうんじゃダメだよなって思うよ。だからね、こう政治家になった方、まあ、市議会議員とか、まあ、県会議員、まあ、衆議院議員、参議院議員もそうなんですけど、やっぱり興味を持ってもらえるようなそんな政治活動、理解してもらえるような、まあね、細かいとこまでは無理だと思うよ、ね、なんか分かんないよ、国防費がどうのこうのとかさ、なんかいろいろさ、なかなか難しいですよ、ね、予算がどうのこうのとか、なかなか難しい。でもマイナンバーカードとか、ね、なんかそういう身近な問題とかはさ、やっぱりこうとっつきやすい。まあもちろん、まあ、野田氏の姿勢で言えば、もっとこうね、身近なことがいっぱいあると思うんですよ。そういうのを普段からどんどんこう発信したりとかさ、ね、議員の方がやって、まあいろいろね、そういう各議員の方、やっぱ支持者がこういらっしゃるだろうから、ね、もちろん、ね、支持してるような方はさ、行くと思うんですよ、選挙には。だから、あんまり、こう、支持してる人はいないとか、なんかこういうね、あんまり選挙をこう気にしてない方、方に、どうアピールしていくかっていう、なんかそういうことをもっと、特にこう市議会議員の方とかね、まあ市議会議員選挙じゃなくて、まあ県議会議員選挙をね、県議の方とか、まあ地元選出の方なんかはこう分かりやすく、だから県議なんて何やってるか分かんねえよって、俺もよく分かってないから、ね、何やってるか分かんない。どんどんやっぱりアピールすべきだなって、 PR すべきだなって、だからそれを一生懸命やってるのが、この間の選挙で柏選挙区から当選した、山下陽介、千葉県議なんですが、毎週1回必ず金曜日の夜に生放送をやっています。でそれは市議会議員の時代からも、ね、ずっとやられてて、でまあ、市議会議員辞めて市長選に落選した時も、まあ浪人、ね、議員浪人時代も変わらずやっていて、また今回県議会議員になっても、毎週のようにやっていて、で今も一生懸命、昨日一昨日かな、なんかもやってましたけどね、やっぱりそういう方がどんどんこう増えていくと、やっぱりこう若者層ってなかなかさ、こう難しいんだよね、選挙に興味持つっていうの、でもやっぱりそうインターネット使ったりとかさ、そういうことでこう関心を持ってもらうっていう、もっとだから野田氏の、ね、議員さんとかこうやったらいいんじゃないかなって思ってますけどね。だからね、この間 の、ね、県議選も、まあ、某野田の市議が、まあね、投票日直前になって、なんか野田市役所の前で YouTube みたいなの撮ってさ、なんかね、アピールだかなんだか分かんねえけど、ね、直前になってアップしましたけど、やっぱりそういうんじゃダメなって思うんだよね。そういうのをやっぱり毎週やるとかさ、で少しは今こんなことを考えて市政に取り組んでますよとかさ、なんかそんなことをどんどんこうアピールしていかないとやっぱり良くないのかなって、僕は思ってますけど。だからね、行かない人がなんとなくね、こういう記事見ると、ああ行かない人がなんかダメなのかなって思うけど、そうではないと思うんだよね。やっぱりなってる側ね、
議員になった側にもやっぱりこう責任はあるのが、まあ役所とかもそうですよ、普段からやんないと、選挙期間中以外は、ね、黙ってるんじゃやっぱしょうがねえなっていう、そういうふうに、僕は思いますけどね、まあなので、まあ、ファンキー利根川もまあ別に、市議会議員でも県会議員でも衆議院議員でも何でもないんですけど、少しは、ね、そういうことも、まあ別にね、どこの政党を応援しましょうとかさ、ね、どこの政党がダメですよとか、そんなことじゃなくて、やっぱりこう少しはこういう地域のことを考えるとか、ね、なんかこう、ほら、町に対してとかさ、なんかいろいろ不平不満持ってる人いっぱいいるじゃないですか。ああじゃねえ、こうじゃねえとかさ。だからただ言うんじゃなくて、やっぱそれを、じゃあ自分なりにどうしたらいいのとか、こう考えて、やっぱりまずはこういうね、人集まってるところでこう発表してったりとかさ、それも一つの僕は政治の、ね、活動だと思うんですよ、街を良くする、ね、ただね、やっぱり、ね、政治はこう話して考えないのとかって言う人いますが、やっぱりでも街のこととか自分が、ね、こう住みやすい街にって考えたら、やっぱりおのずとこう政治っていうのはつながっていくんじゃないかなって僕は思ってるので、やっぱりそういうことをね、こう少しずつしていったりとかさ、全然いいと思うんだよね。ファンキー利根川もさ、本当に無学だから、ね、いい言葉喋れないし、いい、表現できないんですけど、思ったことを自分なりに表現すればいいと思うんで、ああ、なんかこうしてもらいたいなと思うんだ。ね、だからよく野田なんてさ、ね、ゴミ袋に名前書くの嫌だとかさ、いろいろあるじゃないですか。不平不満っていうかさ、ちょっとなとかさ、なんか野田まあ盛り上がってないね、なんか書きがないとかさ、だからもちろんいいんだよ、そういうこと言ってもらえばいいんですけど、やっぱりじゃあ何すんのっていうところをやっぱりこうみんな、どんどん言うようにしていかないと、自分なりになんかこう、僕はこうするよとかさ、本当に細かくなくていいと思うんだけど、そんなことも特にチキチキ情報局とかこうキラキラ情報局でね、これからの投稿で、皆さん発表できるように、こうなっていくと、また選挙で、投票率も上がったりとかさ、していくんじゃないのかなって僕は考えています。だからこういうチキチキ情報局で毎晩ファンキーとね喋ってる、これもまあすごい時間かかると思うんですけど、ね、やっぱりやらないよりはやった方がいいのかな、ね、選挙の話したりとかさ、やっぱりそういうのは大事かなって、分かんないなりにね、ファンキーとね分かんないなりに、やっぱりこうやっていかなきゃなっていうのはあります、ね、まあ難しいですけどね、まあ皆さんファンキー利根川のね、今喋ったことをこう少しでもこう理解していただければ、感想文、原稿用紙400字詰めの原稿用紙で1枚で結構ですね、感想文を上げていただければなと、そんな風に思っています。はい、ということでね、より良い町にという、そんなことから、なんとかこう野田市の、投票率を上げていきたい。まだ、次はね、市議会議員とかはさ、解散がないので、選挙はあと3年ぐらいあるんですけどね、やっぱり前回の選挙よりは、投票率上げたいなっていうのもありますので、そのあたり皆さんね、考えて、これからもやっていただければなというふうに思っています。はい、選挙のお話でございました、ね、ありがとうございました。また、やりますからね、選挙のお話。はい、というわけで、あとはね、じゃあちょっとこれはもう割愛して時間の関係で、じゃあこれ最後かな。はい、じゃあまあちょっとお祭り、の話題でね、もう一つ、載ってましたので、司法の12ページ、の下の欄ですね。昔学校の授業で先生こうやってやってたよね、教科書。じゃあ何ページ、じゃあ下の方、岡田勲くん読んでとかさね、ありましたけど。はい、じゃあちょっと読んでいきます。12ページの下の欄です。緑で
囲われ、色ついたところ、ね、読んでいきましょう。野田市の魅力を発見シリーズということでね、書いてあります。先人からの情熱で受け継がれてきたつくまい、出ました、つくまいです、ね、今年はまたみんなでね、行きたいなって思ってますけどね、つくまい、ね、毎年7月に行われているつくまいは野田市民にとってはおなじみの行事の一つですが、非常に珍しい祭礼です。現在全国で確認されているつくまいは4カ所、野田市、これは千葉県ね、野田市、旭市、多古町、あ、多古町でもやってんだ。そしてこれはマリノルさんの、住んでる茨城県龍ケ崎市に残っています。記録ではいすみ市や市川市、はしばし、あと茨城県利根町などで、などの、千葉茨城の広い範囲で行われていたことが分かっています。ほとんどは幕末から明治時代に途絶えました、野田のつくまいも同じ運命をたどり、幾度も中断復活の歴史でした。つくまいの記録はほとんど残っていませんが、昭和8年にまとめられた愛宕神社、なんて言うんだろうな、年歴っていうのがちょっとわからない。では、昭和2年、1802年に大変な干ばつがあり、雨乞いの祈願のために十次郎さんが、登ったのが初めてと記録されています。ところが大正時代に、十次郎さん、舞い手が変わっても同じ呼び名の、落下事故のため人形でやらざるを得なくなるほど、なるなど、約15メートルの筑柱での、軽業芸っていうのかなは、危険と隣り合わせでたびたび中断を余儀なくされ、記録では昭和8年1933年に復活しましたが、昭和14年以降は戦争を挟んで中止され、戦後約10年はお囃子だけの時期がありました。昭和29年には、若い人たちを中心に、復活の、機運が盛り上がり、十次郎さんを市外から迎えつくまいを復活させました。これは野田だ ね、さらに民族学の、大家であった柳田邦夫先生をへ手紙を書き、見に来てもらうだけでなく甲府会館で記念講演会まで実現されました。復活したつくまいは NHK ニュースで全国放送されました。ところがその後も十次郎さん不在で、何度も中断され、昭和50年から再度途絶えました。ああそうだったんだ。地元で十次郎さんの、十次郎さん探しと育成を苦労しながら、昭和63年に待望の市民十次郎さんが見つかります。それ以降台風やコロナ以外は地元の十次郎さんのつくまいが受け継がれています。たくさんの先人たちの情熱の努力を現在に、生きる、地域の人たちの、熱い思いで、続いてきているつくまいは、平成、5年1993年に県の無形民俗文化財、平成11年に国の選択無形民俗文化財に指定され、今年は千葉、文化遺産に選定されました。おーすごいね。今年のつくまい開催は7月15日の土曜日です。そんなところでね、すいません、初見だったので相変わらず朗読が下手くそで申し訳ないんですけどね、まあそんなことが書かれていましたね。まあいろいろあったこうつくまいということでね、いろいろねこう歴史をこうね読み解いていくと、そうだったんだ、
昭和50年頃とかやってなかったんだね。うーん、そうでしたか、ね、まあそんな感じでね、まあ今年もありますよ、7月15日ということで、まあ本当にね、去年ね、仲間と、まあ、チキチキのメンバー何人かで、つくまいをこう見に、行ったんですけどね、なんか久しぶりに見て、おーな、すごいなーなってこう、思いましたけどね。まあ雨乞いをするというね、最初の、ところからの、まあ、行事というか、まあお祭りじゃないんだけどね。やっぱりこういうね、伝統のあるものは、どんどんこう、まあもちろん広めるもそうなんですが、ね、どんどんこう受け継いでこう行きたいなという、そんなところはあります。まあ去年もね、さっきも言ったけど、去年も行ったんですけど、やっぱりね、まだまだ野田市内15万人、ね、市民の方いますね。それから考えると、ねえ、15万人もいるのにこれぐらいかなっていう、まだまだ、集客が、動員がね、少ない、まあ別に人の数ではないんですけど、やっぱりこうね、地元のね、こういう伝統のあるものをもっとたくさんの人に見てほしいなっていうことはあるのでね、やっぱりこういう役所だったりとか、こう関係各所、やっぱりこう PR 宣伝、もっとこうどんどん力を入れて、やっぱりこう集客していかないと、まあもちろんね、こうやってやり続けるだけでもやっぱり大変なことだと思うんです。だからやっぱりこういううちのメンバーさんとかね、やっぱりこう地域のことを、ね、こう考えてる方とか、やっぱりこう地域 に対してこう意見持ってる人とかさ、よくしようとか思ってる人はね、本当に皆さん、いろんな人に声をかけて、これぜひ来て、もらうように。あれだよ、まあ、なんて言った、1週間ぐらい前にみんな集まって、あれだよ、電話帳開いて電話かけやるぞ、すいません、つくまいを応援してるもんなんですけど、来週つくまいあるので来てくれませんかっていうね、電話かけやる、そのぐらいやっぱりやった方がいいんだ、もちろん SNS でこうやってみんなで発信していくのも、大事かなと思いますがね、本当にいい感じで、もう本当にもうすごい人来たよっていうぐらい、やっていくと、いいんじゃないかなって思ってますけどね。まあ土曜日ね、まあちょっとつくまいは、ね、なんとか、これは見に行きたいなって思ってるので、まあチキチキの、ね、メンバーさんでまた声かけて、みんなで行けるといいかなと思っておりますけどね。なので、まあ放送を聞いてる方とか、7月の15日土曜日はまあ夕方からなのでね、よかったら、スケジュールの方開けといていただければな、野田のつくまいでございます、皆さん、よろしくお願いします。はい、親戚の人とかお友達、声かけ、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで、今日もざっくりと、読まさせていただきました。もうどうですか。いや、やっぱりね、午前中に見た、NHK の日曜討論から比べると、ね、なかなか、ちょっと追いつかない。比べるんじゃねえ、ね、お前ごときがな、日曜討論と比べるなっていう、そんな話もありますがね。まあそんなことでさ、まあなかなかさ、こうやって、まあ、ファンキー利根川はさ、慣れてるからある程度はね、こう意見っていうかね、自分の思ってることね、こう言えるんだけど、なかなかこれ慣れないとね、難しいよね。自分の思ってることをさ、こう出す、こういう特に放送とかさ、
人前で喋るっていうのって結構難しいと思うんですけどね。まあそんな方はぜひ投稿でね、こんなことを思うんだけど、もちろんいいんだよ。よく最近ね、誰とは言わないけど書いたんじゃないですか。なんかまあファンキー利根川から見れば、ね、公開嘆きみたいなさ、なんかダメなんですよねとかさ、なんかいろいろ書いたけどさ、だったら自分はどう思うんですかとかね、自分なりにはどういうことを考えてるんです、今度もしそういうのがあったら僕書きますよ、じゃああなたはどういう風になったらいいと思いますかとかさね、やっぱりそういうこう建設的に、やっぱりやっていく、習慣とかつけると、うん、なんか多分いろんなことにもっとこう関心出てくるんじゃないかって、ファンキー利根川そうだったから、こういうたまたまじゃあフェイスブックグループで町の人コミュニティ作って、地域、楽しくしていこうって思ってから、そっからだからなんかいろいろ考えるようになったさ、自分なりにね、まあ最初は文句ばっか言ってましたよ、もちろん今も言ってっけどね、ああじゃねえこうじゃねえって文句ばっかつけてるけど、文句を言うにはやっぱり自分なりにこうした方がいいんじゃねえかなとかさ、一応そういうことは思ってるから、まあそんなことも放送ではね折を見て言ってるつもりなんですけどね、こういう策、講じた方がいいんじゃねえかなとかさね、対策的なことは僕も言ってるつもりではありますけどね、まあなかなかね言える方ばっかりいないと思うんですけど、まあそういう時はファンキー利根川に連絡いただければ、代わりに、ね、言ってきますから、そんなわけですいません、いつも市議会議員でも、市役所の職員でも何でもないんですけど、でもう一番極めつけはすいません柏市民です選挙権は柏にあるんだよ俺ね、まあそんなことでね、これからもなんか街をねこうテーマにいろいろこうお訴えさせていただけるといいかななんて思っています。はい、ね、面白いなと思ったらこんな放送をやってるよってない野田に、こんな民主主義な放送をやってる人いるよっていう、そんなことをぜひ、皆さんね拡散していただけるとありがたいかなと、そんな風に思っていますね。やっぱりみんなでやっていこうっていうね、やっぱりこう民主主義の国だからさ、やっぱりみんなでこう作っていかなきゃっていうね、じゃないとね、どっかの国みたいになっちゃうからさね、独裁国家みたいに何も言えないような町に国になっちゃうし、町になっちゃうから、そうじゃダメだからね、やっぱり民主主義の国のね人間だから、やっぱり自分一人一人やっぱり意見持って、いかないといけないのかな、まあそんな風に今日はね、言わせていただこうかなという風に思っています。はい、今日もどうもありがとうございました。1時間で終わりにしようと思ったんですけどすいません、なんかいろいろ思いが強すぎてね、なかなか夜の放送だとさ時間の関係で、ここまで突っ込めないのでね、コメントもたくさん来るんで、なんですが、まあ司法野田の時はまあちょっとこう突っ込んだ放送なんかねしていければなと、そんな風に思っています。はい、ごめんなさいね、インスタグラム安尾、浅村さん、リアルタイムご視聴どうもありがとう、よろしくお願いします。 Facebook ライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう、田中仁さんでいいのかな、はい、どうもありがとうございます。黒川とっこちゃん、放送が始まる前につくまいの投稿を見ました、よろしくお願いしますと言って、ああほんと、とっこちゃんさ、またパパに余ったポスターあったらちょうだいって言っといて、余ったやつでいいので、柏とか最近何件か知り合いができたので、つくまいのポスター貼ってもらえるかなと思ってるので、よかったら余ったポスターあれば、またね流してもらえればというふうに思っています。はい、ね、やっぱり
街の外に貼って、まあファンキーとねがまあね、生活圏が柏なので、まあ柏周辺とかでもまた貼ってもらって、またあとね、あの去年も貼ってもらったけど境町とかさ、まあそんなあたりとかにね、こうちょっと貼って、いろんな方にこう、認知してもらえるようなね、そんな活動を、ちょっとやっていこうかなというふうに思っています。はい、あトッコちゃん、放送が始まる前につくまえの投稿しました、よろしくお願い。あ本当に、つくまえの投稿出てんの、んー、はーい、ありがとう、野田のつくまえ出てますね。7月15日土曜日ね。はい、今年は下町区がつくまえ年場になりますねというね。おー、ポスターありますね。あのちっちゃいのでもいいっすよ、あのあれば、まあ柏市内あたりは晴らしてもらえると、幾分去年よりはちょっと人間関係作ったので、幾分増えたので、またちょっともらってね、晴れるといいかななんて思ってます。はい、とこちゃんよろしく。山田さん、今年こそは見に行きたいっすね。ねえ、よかったらぜひつくまい。黒川とこちゃん、山田さんぜひぜひ一緒に見に行きましょうね。ねえ、とこちゃんポスターありますね。まあ、余ったやつでいいっすよ。ちょっとパパに言っといてください。大きなやつ。まあ、ちっちゃいやつでもいいけど、大きなやつも、もし、張り切って、ね、余ってるようであれば、ちょっと柏とか、まあ、周辺、どっか張ろうかなと思ってます。とこちゃん、今日集まりやりましたな。ね、また、ちょっと張りましょう。少しずつ草の根運動、していけるといいかなと思います。山田さん、本日は柏の葉県民プラザにキッチンカー何店か店舗か出店しました。タイヤ、木屋さんも出店してる。ああね、あれもなんか、千葉県150年、記念イベント行事らしいですよね。はい、ありがとう。はい、とっこちゃん、ポスター、こちらこそいつもありがとうございます。ね、ね、関係者の方は、市内、いつもあるようなところにこうね、貼ってるみたいな、じゃないところにこう貼りたいかなって思ってるんでね、また、よかったら、まあ、あと、やぶえとかね、あのあたりとかも、目立つところ貼れると思います。はい、よろしくお願いいたします。というわけで本日もお届けしてまいりました。これはだいたい2週間に1回、やっている番組でありますね。司法野田を読むという、今回は6月1日号、読まさせていただきました。本当に今日もどうもありがとうございました。また後半戦、やっていきますのでね、まあ25日ぐらいかな、わかんないけど、まあそのあたりの土曜日か日曜日に司法野田また読んでいきます。まあ後半号はね、司法野田的にもあんまり中身が濃くないんで、まあで、情報がまあ幾分少なめですけどね、まあでも、いろいろ情報出てますから、発信していこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ね、日曜日、まあ今日はね雨降ってたからお家にいる方も多いかなと思いますがね。そしてアーカイブご視聴の皆さんも今日もどうもありがとうございました。まあそんなわけで、楽しくねワイワイと、すいませんファンキートネガーのなんかね意見ばっかりで、申し訳なかったんですけど、まあそんなことをこう考えながら、いろいろチキチキ情報局とか、いろいろ運営してますよっていうのを、少しも、ね、理解していただけると、嬉しいかなと、そんな風に思っています。はい、そして今夜の放送は、お休みになります。チキチキ情報局、
キラキラ情報局ファンキートレガワお気持ちの方はお休みでございます。また明日の夜9時ぐらいから、通常通りの放送となりますので、ぜひまた夜も、ね、一生懸命頑張りますので、お集まりの方どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、雨の日曜日のね、もう3時になっちゃいますが、まだまだね、時間がございますので、楽しい日曜日をお過ごしください。まあ、ファンキートレガワもちょっと食材買い出しに行ったりとか、あとあれを見に行こう、またスーツ、安いスーツを、ちょっと探してるので、ちょっとそのあたりも、なかなかね平日バタバタ忙しくて、あそう今度ね、まあなんていうのかな、まあすいません、まあ今日は、まあ、そういう番組だからいいんですけど、7月の1日に、柏駅のダブルデッキのところに蓮舫さんが来るんだよ。参議院議員の蓮舫さんが来てお話があるという、ちょっとそんなのにもちょっと今絡んでるので、まあちょっとね、さすがになんかパッとしないスーツじゃかっこ悪いかなと思って、ね、蓮舫さん来るんじゃちょっとかっこいいスーツ着ないとまずいかな、ね、まあそんなことはないんですけど、ちょっと夏用のなんかスーツ欲しいなと思って、暑くて、仕方ないのでね、そんなのがある。まあ皆さんもよかったらデッキタダで見られるので、よかったら蓮舫さん来ますからね、お集まりいただければな。ファンキートレガワもいますので会場で、まあ僕は喋らないですけどね、いろいろ勉強させていただこうかなと思います。よかったら7月1日の午前中かな、11時ぐらいか、お昼前ぐらいかな、蓮舫さん来ますから、よかったらね、来て、見てくださいね、よろしく。土曜日、土曜日ですね、来られますのでよかったら、はい。というわけで、今日もどうもありがとうございました。山田さんお疲れ様でした。他の市町村に、司法を目にすることないので面白い企画だとね。本当はだから茂原とかもね読みたいんですけど、まあもうちょっと今スキルつけないと、なので野田で少し何度かやってね、スキルついたら茂原とか東金とかも読んでいこうかなと思います。はい、じゃあ皆さんまた、明日の夜の生放送でお会いできたら嬉しいです。今日もね最後まで本当にどうもありがとうございました。楽しい日曜日の、夕方お過ごしください。みんなでね楽しい街作っていきましょう。あ、花田さんどうもありがとう。ごめん、もう今日終わりです。アーカイブ聞いといて、それなりに今日はお話ししましたので、はいはい、とこちゃんどうもありがとうございました。またね。はい、それでは、ファンキートネガワ、司法、野田を読む6月1日号以上をもちましてお開き、閉店でございます。はい、通常放送お気持ち明日の夜9時からでございますので、また明日の夜お会いいたしましょう。どうもありがとうございました。失礼します。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&しゃべる管理人、夜の市長みなぎる男ビッグマグナムファンキートレガーでございました。はい、じゃあエンディングはね、もう今年もありますよ。8月5、6だっけ、6、7、5、6だね確か、ごめんなさい。
はい、野田踊り七夕のテーマソング野田ののんちゃん音頭を聞きながらお開きでございます。はい、今日も皆さん本当にどうもありがとうございました。山田さんまた明日どうもありがとう。本当にいつもどうもありがとうございます。感謝しております。 Thank you so much。 おやすみなさいじゃないね。はい、どうもありがとうございました。さようなら、また明日。